はい、こんにちは、文豪です。今日は、国用の、展示会ということで国用の方に来てみましたが、なんだか知らないけれども雰囲気が変わっています。ちょっと見ていってやりたいと思います。はい、なんか国用のビルが変わっています。なんか雰囲気変わっちゃったな。なんかこんななんかおしゃれな階段ができてますということで、ちょっと行ってみたいと思います。ここが展示室になっていますということで、こんな感じで今回はペルパネプについて、展示がされています。紙をよくしよう、ペンをよくしようということで、今回こんな感じですね、ドーンと。はい、ということでここが、展示になります。今回3種類のノートと3種類のペンが提案されているよということで、ツルツルの紙とファインライターとか、滑るように颯爽と書けるっていうことで、それからサラサラの紙に、水性ゲルボールペンということで、これペンはサラサですね、ゼブラさんのサラサですけども、サラサラの紙っていうことですね、滑らかで心地よい書き味と。そしてザラザラということで、あえて表面をザラザラを残して音を感じる落ち着いた書き心地ということで、ここは万年筆が提案されてますね。プラチナさんのプレピーが採用されてるって感じです。ということで、この3種類の紙と3種類のペンの、巧みな出会いということで、組み合わせで提案ということになってます。で、今回はこんな感じで3種類の紙がロールで用意されていて、自由に書いてくださいというふうになってます。こっちから見ていきたいと思いますけれども、これツルツルの紙ですね。ツルツルの紙は、滑るように颯爽と書けるということでですね、表面超高平滑ということで、ツルツルの紙ですね、紙の表面がすごい滑らかなので、こういうですねファインライターとかで書いた時の滑りがすごくいいよということで、ここではおすすめとしては、ファインライターということだそうです。これいわゆるミリペンみたいなやつだけど、ちょっと斜めにしても書きやすいようにペン先が工夫されてるそうですということで、これオリジナルのペンということになってます。はい、なんですけれども、もちろん他のペンでも全然書けるんですけど、例えばボールペンとかだと、これでもちゃんと書けてますけども、場合によってはボールペンとかだとボールが滑っちゃうみたいなことがあって、書き心地に関してはおすすめはファインライターということになってます。はい、万年筆ももちろん書けるで、ツルツルなんで、万年筆とかだと書いた時にちょっと書いた瞬間ちょっとインクがシュワーって染み込んで乾いていくのが分かりますけども、そこら辺は高平滑なのでちょっと残る感じがします。めちゃくちゃ滑るので、こういうですね、サインペン系のペン先だとですね、すごい気持ちよく、書いていくことができます。次がサラサラの紙ですね。滑らかで心地よい書き味ということで、ここ一番真ん中というか普通に、滑らかという紙ですね。非常にさっきの、超高平滑に比べると、もちろんちょっとねマットな感じの質感に見えるんですけれども、これはこれで滑らかな紙ですよということで、書き心地としてはかなり、スタンダードな感じだけれども、非常にバランスが良くていろんな筆記具に合いますよということだそうです。おすすめとしてはゲルインクのボールペンということで、サラサが今回ペルパネプ仕様ということで、真っ白のサラサですけども、これはこれでかっこいいよねって感じがします。で、普通にゲリンクのボールペンでもすごい書き心地がいいですし、もちろん他の筆記具もいいんだけどということですね。組み合わせで楽しんでいこうということだそうです。これは結構馴染みのある、ノートの紙なんかに近いような、書き心地になってます。特徴がないといえば特徴がないんだけれども、どんなペンでも、相性がいいといえば相性がいいということで、ゲリンクのボールペンで普通に書いた時に書き心地が、サラサラってやつですね、さっきのツルツルっていう滑り方とはまた違っていて、一応ボールペンのボールが、ちゃんと地面に回ってるっていう感じがしますね。で、ちょっと表面もね、角度によってはさっきのツルツルは結構テカってましたけれども、こっちはマットな感じの印象になってます。そしてこっちがザラザラですね。音を感じる落ち着いた書き心地ということで、ここはあえて凹凸をちゃんと残してあるということで、もう触っただけでここで音がしてますけども、表面が
凸凹がある程度あるので、ちょっとね、ここに引っかかりがありますよということで、書いてる時の音を、感じると。もうここで聞こえてますもんね。前にあの国用のねデザインコンペでもあの音を楽しむための筆記具なんか出てたりとかしましたけれども、書く時の音って結構ね気になったりしますよね。で、これが気持ちいいっていうのもあったりするの でこれはあえてその音を楽しむこともできるぐらい凹凸をしっかり出して、でこの凹凸が潰れないようにしっかり加工されてるそうですということで、ここあえて万年筆ということであのプレピーがですけども、プレピーもね今回これ専用のプレピーで真っ白なんですよね。ここはちょっとねこの真っ白プレピー案外いいじゃんっていう感じがしますけれども、はい、音が気持ちいいという感じですね。で、デコボコあるのでもちろんこれはあの筆記具によっては相性があるかなという気がします。でもなんかしっかり書けるので割とねいい感じですけども、しっかりデコボコがあるのでシャーペンとかでも書きやすいのかと思いきや、鉛筆シャーペンだと、むしろ削れすぎて粉がいっぱい出るので手汚れるそうですということで、そのぐらいちょっとはっきりとした凹凸があります。今回の中で一番特徴が強いんじゃないのかなと思いますけれども、そんな感じです。もちろん、ボールペンで書いてもいいんですけど、ほら結構はっきり音が出るのでちょっとここら辺はですね、ものによってはここのデコボコのところのこの感じが気になる人もいるかもしれませんということで、ものによって筆記具との組み合わせを楽しむ上で、あえて極端に3種類、結構違いがはっきりしてる、紙が3種類揃ってますよということなんで、これ使い分けて組み合わせていくといろいろ楽しいんじゃないのかなと、やっぱこういうのを意識しながら使ってもらえると面白いよという提案という感じになってます。はい、そしてですね告知側にはですね、一応紙ができるまでということで、今回の紙を作るのに使った材料とかが、あとね、紙の作り方の説明みたいなのが、用意されてますということで、こういうのもなかなかね、本物を見る機会がなかったりするんであれですよね、まず原料なんですけどこんな感じ、はい、ということでこれが本物だそうです。このノートを作るのに使った紙を作る一番最初ですね、木材のチップの状態で、工場に入ってくるわけですけれども、このチップの状態がこれですよということで、紙の作り方、ここに書かれているのは一般的な紙の作り方なので他のノートと違うかって言ったら基本的説明は同じなんですけれども、まず、蒸してですね、ほぐして、で漂白をしてということで、そこまでやるとパルプという状態になりますよということで、よくあの紙のパルプっていうのはこういうやつなんですね。なのでここだけ見るとあの濡れたティッシュペーパーみたいに見えますけれども、そんな感じの、ものになっていますが割と近いね。でそれをですね叩いてほぐしてケバケバにするんですね。でこのケバケバをですね、絡み合わせて紙の繊維ってね、繊維同士がこうやって引っかかることと、あとは、その近いところで水素結合することによって紙がくっつくっていうことになっているので、叩いてこうやってほぐすんですね。で、その叩き具合とか薬品の調合によってこれで紙の組成が変わってきますよということで、繊維をどのぐらい残すかとか、短くするか長くするかとか、あとはね、薬品とかによってもですね、紙の性質っていうのが大きく変わりますよと。で、そこら辺は企業秘密ですと。いうことだそうです。で、あとはですね、紙すきですけれども、長編みですね。これ連続消紙って今は昔のね、和紙とかの製造とかでよく見る枠にはまっているところで、すいてあるやつだと一枚一枚四角くなるんですけども、今はその網がずっとつながっててループしているので、延々作れるよということで網の上に乗っけてそのまま連続で紙が透けるようになってますよというとこですね。でそれを水を抜いて乾かして、であとはですね、塗工って言ってサイズっていうのはにじみ止めのことですね。インキがにじまないようにということで表面に、薬剤を塗布しますということで、これやってないとねめっちゃにじむんですよ。なので、インクがにじまないようにという処理をします。でキャレンダーっていうのは、ツヤをつけるためにツルツルのローラーで挟んでですねグリグリ押すんですけれども、その押す時の圧力とか筒の、状態によって紙の表面の質感が変わりますよということですね。なんでさっきの、
超ツルツルのやつとかはここでギュギュって押してですね、ツルツルのローラーで押してあげるとそういう風になりますという感じですね。でそれを巻き取って切断するとこうなるということで完成なんですけれども、なんでまあここら辺の工程のまあパラメーターですね、それぞれの状態をちょっとずついじっていくとですね、紙の性質がだんだん変わってくるよということで、でまあこの出来上がった紙も製紙会社が作っているものだと出来合いの紙もあるんですけども、あえて今回国用さんとこのシリーズに関してはこれ専用にそれぞれ紙をちゃんと作ってますよということで、紙から作るって結構大変なんですね。でこれめっちゃこのロールのねロットがでかかったりするので、大変だったりしますよっていう、ね、話ですね。なんで専用の紙作るって結構ねすごいことなんですね。はい、ということで出来上がった紙ですけども、ここにね、電子顕微鏡の写真が載っています。はい、でこれツルツルギュって押して表面を平らにしてあるのが分かりますか。これ紙の断面ですね。ここに 100ミクロンって横にですね、メモリがついてると思いますけれどもね、100ミクロンです。これ 0.1 ミリということなんで、だいたい紙の厚みって 0.09 ミリぐらいだと思ってください。この100ミクロンぐらいがちょうど紙の厚みぐらいだと思うとこんな感じなんで、これ縦にするとこんな感じですね。見るとこのぐらい詰まってますようなんですけど、これがザラザラになるとほらちょっと隙間が空いたの分かりますか。こんな感じですね。で、サラサラですね。サラサラになると、このぐらいね隙間が空いたの分かります。でこれがザラザラになるとさらにちょっと空くということで、こうやって比べると、超高平滑のツルツルと、ちょっとね表面にザラザラを残してあるこのザラザラとの間で密度が全然違うっていうのが分かるかなと思います。表面の形もちょっとデコボコしてるのが向こうに見えますよね。こっちね、ちょい斜め上から見た感じかな、向こうが見えますなんですけども、こっち側は本当にツルツルなので真っ平らですよねっていう感じです。ということで表面もねこっちがツルツルでだんだんザラザラになるということで、この繊維の太さとか粗さが全然違いますよねっていう感じです。ほらこっちがツルツルでサラサラでザラザラってことですね。この粗い感じが引っかかりになるわけですねっていう感じです。ということでそれぞれに、まあ、紙の性能ですけれども、書き心地を生み出す3つの要素ということで、表面の状態、これね表面を滑らかすの高さですよね、これが抵抗感に影響しますよということで、表面が、当たり前ですけどもデコボコしてると、引っかかるのでザラザラしていて、それを潰すとツルツルになります。でこれでね筆記具を横に滑らした時の横方向の抵抗感が変わりますというところですね。あと密度がですね、もちろんふわふわした紙とギュッて締まった紙だと筆記具を乗せて筆圧かけた時にへこみ具合が違いますねということで、密度の高い紙はあんまり沈まないということで、そこら辺がですね、縦方向の書き心地に影響してますよと。あとはですね、にじみ止めだったりとか発色を良くするための薬剤だったりとかいろんなものをですね組み合わせていくことによって紙の性質っていうのは変わってきますよということで、大きな3要素があるんですけど、特に今回ねこの1番と2番の要素を大きく変えてきているので、こんな風にしてこうやって並べると全然書き心地が違うっていうのができましたよということで、それを楽しむというのが今回の紙かなというふうに思ってます。で、今回のラインナップですということなんですけども、ラインナップすごくないですか。これツルツルとサラサラとザラザラの3種類の紙があって、それぞれ罫線が5種類ありますということで、罫線が3ミリ方眼と4ミリ方眼、5ミリ方眼と、方眼が3種類ですね。3、4、5ミリの方眼と、あとはドット系ですね、4ミリのドット系、それからステノ系っていうのがあります。6ミリのステノ系、これステノ系っていうのはステノパッドといって、速記の人が使うね、ノートの取り方みたいな感じで真ん中に線が入ってるんですけども、そんな感じですね。横径は6ミリなのでいわゆる B 径と同じ径幅ですっていう感じなんですけど、真ん中に線が入ってるので案外使いやすいかなという気がします。こんな感じで、なんとこんなに種類がありますよと。で、あと筆記具が3種類、さっきも言いました、ファインライターですね、これが、ミリペンタイプのやつですね、ファインライターと、それからこれがゲルインクで、サラサラ、それからプレピーですね、マネヒスということで3種類あります。これ並べるとめっちゃ分かりにくいですけども、ここよく見てくださいね。はい、ということでこれツルツルです。で、これザラザラですね。ここの模様がですねザラザラになってるのと、
これがツルツルになってますよっていうのと、あとよく見るとここのところにですね、はい、帯のところに罫線の模様が書いてあるので間違えないように買ってくださいという感じです。ということで、3種類の紙とでそれぞれね、一応おすすめのペンが横に脇に揃えて置いてあるので、まあ、一応国与さんからのおすすめとしては、この紙にはこのペンということで、並びで買っていただくといいかなというふうになってますよということで、店頭に行くとこういうね、試し書きをしもあるっぽいので、実際に組み合わせて楽しんでみて、選んでもらえればという感じですね。あ、そうだ、あとノートなんですけど、製本なんですけども、今回はフラット製本ということで、端っこの部分ですね、まあ背の部分が柔らかくて大きく開くようになってますということなので、これまでのキャンパスノートとかの糊で閉じてある無線閉じよりもさらによく開く無線閉じになってますということですね。はい、ということで、まあ、ここあえてこのね外側にですねあまり硬いクロスを貼っていないというところになってるんですけども、このクロスの部分もですね一応はい、エコということで木材パルプから作られたレーヨンでやってますよということで、基本的には森林認証されている紙とですね、まあ木材を原料にしているレーヨンでできているということなので、まあ環境に優しいという感じにも配慮してますよということになってますということで、まあこんな感じの、まあなるだけクリエイティビティを阻害しないということでフラットなデッキになってますということで、あんまりねごちゃごちゃしたことを書いていないというのと、罫線も書くときのガイドにはなるけれどもあんまり見るときに邪魔にならないようにということで極力薄めの罫線になっているので結構使いやすいんじゃないですかねという感じです。まあこんな感じのラインナップになってますということで、まあ今回ね国与さんから筆記具も3種類出るということなんで、まあ、ここら辺はやっぱりね気になってる方もいるんじゃないでしょうかというところでですね、ここら辺も、筆記具も気になると思うんですけれども紙も含めてですね、これは組み合わせで、まあ、楽しんでもらえば、まあ、やっぱりねあれとこれって組み合わせを考えるとですねそれぞれ3-3で買いたくなっちゃうところがちょっとねなかなか罪な感じですけれども、せっかくなのでこういうのはね体感しないと分かんないことだと思いますので、皆さんもよかったら実際に書いて、比べてみてもらえればと思いますよということで、今回はこんな感じの、展示になってましたということで、国与さんからでした。はい、国与の新しい、オフィスなんですけれども、こっちがさっき、行ってきたところなんですけど、反対側はですねここ前はね受付があったんですけどビルがなくなってます。ここのところがですね、ぶち抜いて、ですねリフォームというかリノベしたということでですね、こっち側こっち前からあった建物は建物なんですけれども、下の部分が開放されていてお店とそれからカフェになってますという感じですね。こっちがカフェでこっちが、グッズのお店になってます。一応ねここで検温していきたいと思います。はい、で、消毒ということで、行きたいと思いますけど、こんな感じです。結構TOT でしか売ってなかったグッズとかも売ってたりとかしてですね、いろいろ国与さんのですね、推しのグッズがいろいろと置かれています。この辺はあれですね、デザインアワード系ですね。この間紹介したグレーのノートもの置いてるし、あとこの綺麗に畳める単語帳とかですね、結構いろんなものがここで買えるよということですね。で、あとはここら辺がですね、まあ国与一押しの、まあパーソナル系のちょっと、かっこいい文房具がいろいろと揃っていますという感じです。はい、で中はというとですね、ここから入っていくとこんな感じで、ここは工作系ですね、絵本、工作絵本の関係と、で実際ここで楽しめるように、道具が置いてあります。ここは外から入ってきて自由に使って構わないということなので、近隣の方が来てですね子供さん遊ばせたりするのにも使われてるそうです。で、はい、ここはあれですね、国読みのコーナーですね。おい、そしてアバンギャルドなピアノがあるので、ここで、ね、グレンゲとか上手に弾いたりすると周りから拍手されるかもしれませんという感じですね。はい、で、ここ TOT ですね、シング・オブ・シングスの、グッズが置いてありますということで、ここでも買えるようになりましたよということですね。はい、でです、こっち側が、
まあ、家具とかを試せたりもするんですけど、手前はいろんな文具試せるよというコーナーになっていて、上カッティングマットとか敷いてあったりとかするんですけども、この引き出しがねこうなっていて、開けるとこんな感じになってます。使い放題だそうですということなんで、ここら辺にあるものはですね自由に使って試していいよということで、この引き出しがなんかうちにも欲しい。この引き出し、こんなスケールがいっぱい置いてあるのもどうかと思いますけども、三角スケールなんてこんなにいっぱいあるの久しぶりに見ましたという感じでですね、それぞれこのドットライナー引き放題です。すごいな。はい、そしてこれがですねグラフィックマーカーですね。あのちょっとゲルマーカーっぽいやつですね。あのゲルのクレヨンっぽい感じのやつね。それからはい、黒曜のドローイングペンと、それからですねここら辺はあの修正テープも引き放題ですね。はい、ということで下には、大きめのカッターもありますということで、これで上にホッチキスもあるんだけど、このステープラーの大型、いや試してくださいって言われてもこれ使うほど何を持ってくるんだって感じですけども、どうしても閉じられない厚みのあるものだと、これ最大いくつなんていうんですかね、ですね240枚ぐらいまで閉じられるマシンが置いてありますということなんで、これも使ってみたい方、ここに来ると使えますということですね。あとまあ椅子もね座ってみれますよということなんで、まあ、ここら辺をですね、これ自由に使い放題ということなので使ってみてくださいということですね。はい、ということでいろんな付箋とかも使い放題ということになってます。はい、こっちのコーナーは、プランニングコンシェルジュということでですね、オフィスあの作りたいんだけれども、どんな家具にしたらいいかなとか、どんな風な構成にしたらいいかなみたいなことを相談するのに乗ってくれるそうですということで、まあ、要予約ということなんですけれども、プロが、ね、相談に乗ってくれるということなんで、これサービスは無料ということなので来てみてくださいって感じですね。はい、いやしかしなかなか贅沢な空間です。いろんなものがあります。そしてはい、こちらがですね今回のザ・キャンパスのこのエリアですね。このザ・キャンパスのオリジナルグッズということで、まあ、この開かれた黒曜を表しているということで、まあ、外と内をつなぐっていう感じのイメージでこんな感じのロゴになってるわけですけれども、これをまあモチーフにした、まあ、トートバッグとかですね、こういうですねボトル関係とか小物入れとか、あと測量野鳥もありますね。野鳥もはい、限定の野鳥がここオリジナルの野鳥が出てますということなんで、この辺は好きな方もいるんじゃないかなと思います。あ、鉛筆シャープもあのここ用のピンクのロゴが入ってますっていうのがありますという感じですね。な感じです。そしてはい、こっちレジなんですけど、ここのコーナーで買ったものは、セルフのレジになっているので、自分でここでお金を払うことになってますということで、でレジ横にはガチャがあります。はい、これ黒曜マイクロスコープスって書いてあるんですけれども、実は黒曜製品を超拡大した図案が、施された缶バッジということだそうです。ということなんで、まあ、ここにあるバーコードをこのマシーンで読ませてお金を払うと、ここのメダルを使って自分で引くっていうね、セルフのタイプなんですけれども、先ほど僕はあの先にお金を払っているので、一回引いてみたいなと思います。はい、ということで行きたいなと思います。ガチャンでいいのかな、カシッ、行きます。何が出るかなということで、はい、せーの、ガチャガチャ、はい、パカ、はい、出ました。あ、グラフ用紙ですね、グラフ用紙です。あ、説明書いてあるのかな、マイクロスコープス、はい、ちょっと、はい、よいしょ、ということでですね出てきました。はい、黒曜マイクロスコープス、マイクロスコープはさまざまな、事務用品の一部がトリミングされた缶バッジのカプセルトイですよと、見慣れた道具が丸く切り抜かれたデザインを顕微鏡を覗き込むようにしてみればということで書かれております。トリミングされた元の商品はこちらということで、あ、この穂の 18B というやつがこの商品の正体ですということなんですけれども、方って方眼紙の方かな、一応ですねこれあれですね、グラフ用紙だと思います。後で、
ページを開いてみたいなと思います。ということで、まあ、こんな缶バッジ、俺これ欲しいんだけどな、これここに写ってるこの黒曜、これ何の表紙だ、これあの伝票の表紙だそうです。ということで、こういうのが、ね、いろいろと入ってるガチャということなんで、黒曜マニアの方ぜひ聞いてみてください。皆様本日もご視聴ありがとうございました。文具王の YouTube チャンネルでは文房具についての新製品から骨董品まで様々な切り口で文房具の情報を発信しております。よろしければチャンネル登録評価をお願いいたします。なおチャンネルメンバーシップでは発表前のリアルな開封やテスト中の映像、仕事中のライブ作業配信なども行っておりますので、ぜひぜひご参加ください。以上です。